藤友愛です。今回はこちら未来を作れ協調 !S 隊バイワイヤクラブです市販車をベースとした日本最大級の参加型レースとして知られるスーパー耐久シリーズ通称 S イと呼ばれるこのレースでメーカーの垣根を越えて未来のカーボンニュートラルを目指す取り組みが始まっています未来をつくる各メーカーのマシンと技術を5月に行われた富士24時間レースで見ていきます スーパー耐久富士二十四時間ともに挑みます。みんな、見に来てねー。5月十七日に決勝がスタートしたスーパー耐久シリーズ富士二十四時間レース。開発車両のクラスである STQ には、五つの国内メーカーが S 対ワイガヤクラブとして、各社のカーボンニュートラル技術を生かしたマシンで参戦しました。 スバルはカーボンニュートラル燃料を使った BRZ で量産車技術がどこまでレースに対応できるか試すため改造は最小限に抑えています。まあ、ということでこの車2.4リッのボクサー4という、ね、市販版と同じ基本同じエンジンを積んでるんですよ。ね。ホンダ HRC もカーボンニュートラル燃料を使ったシビックタイプ R で初参戦。 新しい燃料に対応するレース用エンジンの開発を行っていくそうです。うん、ホンダは26年からカーボンニュートラル燃料で戦われる F1 にもね参戦表明してますからね。マツダは従来のマツダ2から新たにマツダ3で参戦。こちらはバイオ燃料のディーゼルなのがポイントです。うん、あの当然これあの燃費がいいのは有利なんだけれども昔のねマツダ2毛穴にで走ってるのも良かったけどマツダ3やっぱりかっこいいな。 そしてトヨタはカーボンニュートラル燃料の GR86 と液体水素の GR カローラの2台を投入世界初の液体水素で走るレースカーとなったカローラピットレーンで水素補給をしながら無事ししましたまあ以前、気体水素を使った時はチャージにかなり時間がかかったんですけれどもこれ液体水素にしてから補給時間がすごく短くなったあとはたくさん水素を搭載できるので。 航続距離も長くなってますよね日産はカーボンニュートラル燃料のフェアレディーゼと 最速ラップを記録するなど順調な走りを見せ、STQ クラスで見事一位となりました。うん、あのまあこの Z ってあまりこの S タイにバンバン出てきてるわけじゃなかったじゃないですか。はい、でも久々に出てきて24時間で走り切って勝っちゃうっていうのはまあさすが日産レースうまいなって感じますよね。そうですね。はい、まああの冒頭で手を振られていた皆さんは実は各社のあの役員さんや開発担当者の皆さんだったりするので、うんうん、まあそういった皆さんが一同に 解するる場であるとでレースで競うだけではなくてメーカーの垣根を越えて新しい技術のさ可能性を探っていく、うん、まあそんな大切な取り組みをしてるんでですすよねね、うん、そうですねあのカーボンニュートラルに向けてバッテリー V だけは固定じゃないいろんな選択肢があるんだよというのを日本の自動車工業界は打ち上げていてそれを実践で開発している、まあ、モータースポーツって以前は、ね、走る実験室とか言われてましたけれどもそれだ,んだ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 んそういう、ね、要素が少なくなっていた。でもここに来て もうまさに走る実験室っていうのが再び盛り上がってきたっていうのは注目ですよね。そうですね。この S ダイワイガヤクラブは今後も番組で注目していきたいと思います。以上藤友愛でした。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。T.V.K. では毎週日曜夜10時。 再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。エンジン